ケンタッキーダービー G1 ダート2000メートル4日イコールチャーチルダウンズ MK 追い切り翌日の1日フォーエバーヤングオスヤハギはダートコースのポケット部分シュートで15分ほど軽めの運動で体をほぐしパドックでスクーリングを行ったスクーリングでは話題のジャージーを身にまとったヤハギ氏自らがフォーエバーヤングに騎乗しパドックを2周回っている ヤハギ氏は、第150回のケンタッキーダービーに日本を代表して参加できることを誇りに思います。アメリカの競馬はとてもタフですし、アメリカの馬たちを非常にリスペクトしています。フォーエバーヤングは昨日の朝の追い切りが素晴らしかったし、満足しています。他の馬が蹴り上げた砂の、キックバックについての準備もたくさんしてきていますが、どんなことをしてきたのかは秘密です、とコメントした。 矢作氏はコックスプレートを制した名品ディスブラッシュ無敗の三冠馬コントレールなど名馬の引退式で自らまたがってパドックを周回したことで有名。名馬だった旧社の先輩たちに続く歴史的快挙へ向け、ムードは高まっている。